ね、一個話したいことがあったんです。そう、あー、私、そう、プリキュアの映画っていつもこうライトを振るのが定番じゃないですか。で、私はまあやっぱ大人だし、ライトは中学生以下の人しかもらえないんですよ。そう、だから、まあ、ダメだろうなーなんて思いながら映画館に足を運んだら、あちらで来場者特典をお受け取りくださいって言われて、あれ、この映画館は中学生じゃなくてももらえるのかなって思って、そのところにもらいに行ったんですよ。そしたら手渡してもらって、あ、やった、ライトもらえた、嬉しいと思って、そしたら渡された後で、中学生以下のお客様にお配りしてるんですけど、お客様はみたいな。で、私の中で天使と悪魔がささやくのですよ。もらったものはもらったし、まあ見えるんだったら入って言ってもいいのかなみたいな。でもやっぱってダメだ、子供たちの目がある。私はやっぱりプリキュアの出演者として子供たちに胸を張れる大人でいなければならないみたいな。でも私はプリキュアの出演者だから、このライトは記念でほしいみたいな。だったらもういっそこの店員さんになんかパフーと人泣きしてみるか、してみるか、いやでもダメだみたいな。ダメよ、私ここは貧困法制でいなければいけないみたいな。もうっていろいろ葛藤がもう1秒ぐらいの中でカカカカってされて、成人ですって言ったら、あ、じゃあ返してくださいって言われて、結局返すことになってライトもらえなかったんですよ。キー、超悔しいし、なんなら一瞬中学生以下に見えたってことかと思って、そういうことなのかと思って、もうなんかね、いろいろツッコミどころがありすぎて、もうでも映画は楽しかったからいいんだ。今度ちょっと現場でスタッフさんにライトくださいって、そう、行ってみます。なんかちょっと、いただけそうな雰囲気だったので、そうそうそう、行ってみたいと思います。